結構美人だな。しばらくの間よろしくお願いします。今日はもう一人紹介する人がいます。ゆずりは、ゆえなです。ともきに、会いに来た。あの空の向こうに君はまだいますか？また追いかけて。どうして？私？ともき。ともき、うれしそう。
モキ、早く。本当だ。入りたまえ。あら、こんにちは。椿。ユエナちゃん、こんにちは。さっきぶりだね。無論、わからん。睨まないでくれます？わかったわよ。ちゃんと説明するから座りなさい。では、椿先生、どうぞ説明をお願いします。ねえ、東雲さん、そんなに私のこと椿先生っていうの嫌かしら？ええ、しょうがないわね。そのわざとらしいしとやかっぽい口調もやめてくれると助かるのだけれど。はあ？わざとじゃないです。こっちのが先生らしくていいだろうが。もういいわ。気づいていると思うけど、私先生じゃないわよ。でもね、先生なのよ。いい？私先生なのよ。うん、椿は先生。ゆえなちゃん。早く続きを。はあ？うっせえな。とりあえず地球に来たユエナちゃんの保護者ってことなのよ。今はそれでいいかしら？納得？するわけないでしょう。あなたも宇宙人なんですか？違うわよ。でも私がいなかったらユエナちゃんこの学校に転校できなかったわよ。ほら、感謝しなさいよ。それには感謝します。あ、それ後で私にもやらせなさい。まあいいわ。ユエナちゃんは宇宙人。紛れもなく本物の宇宙人よ。それだけはちゃんと知っておきなさい。無論だ。そうね、あなたはいいわ。ともきくん、ユエナちゃんは宇宙人。ちゃんと知って覚えておきなさい。今はまだ理解はしなくていいから。うん、それでいいわ。それで東雲さん、他に何が聞きたいのかしら？
スリーサイズとか聞いちゃう？ああ聞けよ、私のスリーサイズだぞ、知りたいだろ。そうですね、では昨日ユエナ君をどこへ連れて行ったのか説明してもらえますか？ユエナちゃん、一緒にお風呂入ったわね、ユエナちゃん。うん。な、それと服とか下着とか買いに行ったわね、ユエナちゃん。うん。な、な、どうだ、羨ましいだろう。ええ、いいだろう、いいだろう。みっともないので子供みたいに自慢するのはやめてくれるかしら。ひとまずそれはいいわ。それで、あなたがここにいる理由は何かしら？ん？これだわよ。あなたたち、募集してたわよね。あなただったんですね。君が部室へ来た時、ドアノブは直っていただろう。あれは私が直したのではないのだよ。今朝直そうとここへ来たら、ドアノブはとっくに直っていた。そしてその紙も剥がされていた。私が直したのよ、褒めなさい。あなたが壊したんでしょ？あなたたちが鍵なんかかけてるからでしょう。まあそういうわけで、この私が直したの。ついでに新入部員募集してたからね、応募しに来たのよ。入れてもらえるかしら？無論許可をするわけないだろう。第一、募集などしていない。はあ？ねえ、ともきくん、お願い。いいぞ少年、言ってやれ。ねえ、お願い、入れてよ。ゆえなちゃん。歌のがいいって言うなら、いい。ゆえなくん。ねえ。ここは歌野と友樹の生きる場所、私の場所じゃない。それは違うぞユエナ君、君の場所でもある。歌野。無論あなたの場所ではありませんがね。いた。何すんのよ。あた、痛い。仮にも先生がそういう声を出さないでください。あ、かわいいだろ。それはないのだけれど、とにかく
あなたの目的、それを話してもらえますか？話はそれからです。目的ね。ユエナちゃんと仲良くしてあげて。私の目的はそれを見守ることよ。それだけ。今はね。そうですか。てっきりユエナ君をさらっていくか差し出せと迫ると思っていました。そんなことはしないわ。もしそうだったら昨日の時点ですでに実行していたわよ。そうじゃないからやらなかったのよ。わかりました。ということで、お茶入れて。はい。あなた、茶菓子か何か持ってるんでしょ？出しなさい。ちなみにこれはユエナちゃんから聞いたわ。ユエナ君。ごめんなさい。いいや。謝ることではないよ。これ私めっちゃ好き。おいしい？もちろん。は？は？うん。あなたの分はないのだけれど。はあ、作るわよ。誰にです？ PTA。 わかった。ありがとう、少年ユエナ君。ありがとね、ユエナちゃん。それと、トモキ君。美味しい。やるじゃない、東雲さん。どうも。美味しい。僕これ好き。うむ、それはよかった。お姉さんは嬉しいぞ、ユエナ君。私の時と反応違くないかしら。おかしくない？そもそもあなたがここにいること自体おかしいのだけれどね。それに、いいんですか？何がかしら。あなた仮にも教育実習生でしょ。仕事とかあるのではないですか？思ったわ。あら、ともきくん、意外と言うのね。まあいいわ、そういうの割と好きよ。む、あら、どうしたのかしら、東雲さん。私も少年のそういうところは好きなのだよ。あなたと一緒なのが嫌だけれどね。ふふん。ともきくん、かわいい顔して割と容赦ないわよね。何？それが君のいいところだよ。な、ユエナくん。別に。でも、ともきは好きなものをたくさん話してくれるから、私は好き。でも、歌のの方が好き。お菓子食べれるし、パフェテロあるし。
なんだか捉え方によっては財布と言われているようなものだが、嬉しい限りだよ。財布？ねえ私は、ねえ私は。椿は。うん、私は。先生。え？椿は先生。頑張って。おめえら笑ってんじゃねえよ。知るかバーカ。ユエナ君は空気が読めるのか読めないのかわからんな。ちょっと撮らないでよ。写真くらい撮らせなさい。忘れてたのよ。学校では使用禁止ですよ。どうせあなたたちも隠れて使ってるでしょう。どうせここでは嫌われ者だから、ネットでチヤホヤされるもんね。あ、ユエナちゃん驚かさないで。それスマホ？え、ユエナちゃんが募集するとかそんな感じ？違う、私もそれ欲しい。え、スマホ？うむ、確かにそうだな。あなた保護者なのでしょ？ユエナ君に買ってあげればどうですか？仕方ないわね。やった！その代わり、あなたたちが使い方とかリテラシーとか教えなさいよ。わかったわね。無論だ。こういう時だけ素直になりやがって。あなたもすぐに了承しているあたり素直だと思いますけれどね。当たり前じゃない、ユエナちゃん可愛いし。それは同意だ。片付けるぞ。もう一杯入れるのだけれど、どうしますか？コーヒーお願いできるかしら？ええ、少しだけ。君もコーヒーがいいかな？了解したよ。
どうぞ。ありがとう。ふむ、寝たか。寝たわね。さあな。これが宇宙人ね。あまり私たちと変わらないように見えるわね。不思議なものだな。こういう形が宇宙では最適解なのかもしれん。ロボットだってわざわざ人型にするのだからな。人型のロボットを作ってるのはほとんど日本人だわよ。向こうの人は宗教的に神が人間を作ったと思っているからね。それと同じ行為はできないというわけよ。どう？先生っぽいでしょ？どうだろうな。篠ノ目さん、どうしましたか。篠ノ目さん、さっき私にあなたは宇宙人かって聞いたわよね。ええ。訂正するわ。私、宇宙人よ。そういうあなたもね。私たちは等しく宇宙人なの。いいかしら。ユエナちゃんにとっては私たちだって宇宙人なのよ。いい？あなたがもし地球代表として他の星の生物に会いに行くとするわ。誰かから与えられた目的はなしとして、単純にあなたはそこで他の生物と何がしたいかしら。ね、そういうことよ。仲良くしたい。それに尽きるのよ。私たちはそれを望んでいる。誰だって争いたくないのよ。それじゃ、そろそろ私は行くとするわね。ユエナちゃんと仲良くしてあげてね。地球のこといろいろ知りたがってたみたいだから。無論だ。いい生徒たちね。あ、それと最近この辺ではないけれど物騒な事件とかあるみたいだから、下校中は気をつけなさい。いいかしら。傷害事件とかそういうの。穏やかじゃないですね。それでどう気をつけろというのですか。
基本的なことよ。夜出歩かない、一人で出歩かない、もし遭遇したら逃げる、基本的でしょ。ちなみに私は逃げることに関しては推奨する先生よ。逃げるのも作戦のうちね。負けてはおしまい、逃げた者にはもう一度戦うチャンスがあるわ。わかりました、気をつけます。ご忠告ありがとうございます。どうも。物騒な事件といっても、そんなものは社会で見たらどこかしらで起こっているから、そう気にしないことね。そういうのはこの社会にはたくさんあるのよ。どう？先生っぽい？は？常に先生だわ。一応ちゃんと聞いておきますよ。仮にも先生ですから。じゃあね。とんでもない教師が来たものだな。そうだな。ところで、あの人は教育実習生なんだろ？一応教科の担当は何だ？ふむ、いいだろう。君がわざわざ問題を出すんだ。おそらく理系科目ではないな。あんな白衣着てたら理科と答えたくなるが、わざわざ問題にするんだ。違うだろう。となると英語か国語か社会か。少年、なんて答えてほしい？私に英語か国語か社会か、なんて答えてほしいかを聞いているのだよ。なるほど、国語か社会だな。ふむ、国語。国語だと言っている。当たっているか？どうかな。やったね。と、ユエナ君を起こしてしまうところだった。当たり前じゃないか。あの人のことだ。こっちの方が先生っぽいだろうとか、そういう理由だろう。いや、それはないだろうな。ああ、教育実習生がやりたい科目を自由に選べるわけではないのだよ。確か免許制だ。理科がやりたければ理科の免許を持っていないといけない、そういうルールだ。
まあな。そうなるな。本当だな。まあ、あの人が本当の教師ではないことは本人が言っていたかな。真相は闇の中というわけだな。いや、そうでもないかな。気になるなら聞いてみればいい。教えてくれるだろう。無論、私はどうでもいい。おはよう、ユエナ君。うん、おはよう、歌の。トモキ、椿は？ううん、全然ない。ユエナ君。何？歌の。ユエナ君はどれほどこの地球で飛んでいられるんだ？この星100周以上は私飛べる。ほう。トモキと歌のと地球ぐるぐる回れるよ。さすがはユエナ君だ。行くときは強引でも手を引っ張ってくれたまえ。宇宙空間でも大丈夫だぞ。何事も試してみなければわからないものだよ。何、憧れだった宇宙で死ねるんだ。そう悪くはあるまい。そうなの？変なの。ここの星の人間は強いようにできていないのだよ。うん。人間というのは弱いんだ。紙切れ一枚でだって死ぬかもしれない。体中の至るところに紙で肌を何度も切ったら出血多量で死ぬんだ。高い場所に行き過ぎても酸素がなくて死ぬ。この星の7割を占める海の中でだって生きていけない。石をぶつけられても、少し高いところから落ちても、人間は簡単に死んでしまうんだ。つらいね。ああ、本当にな。だが、私は生きているよ。ここで生きているんだ。
だからこうしてユエナ君と出会えたのだよ。うん、僕も生きてる。おっと本当にユエナ君は子供だな。あったかい。君もちゃんと生きているんだな。さて、我々は生きている限り学習せねばならん。ん？ユエナ君にはもっと地球のことを知ってほしいと思うのだよ。知りたい、知りたい。意欲のある子は好きだよ、私は。時に少年、期末テストもそろそろだな。む、むむ。こっちを見たまえ、少年。ユエナ君、少年の頭を押さえておいてくれたまえ。うん、わかった。お任せあれ。ユエナ君、話していいぞ。うん、いい、大丈夫。そうか。時に少年、君は国語の成績はいいが、理系科目の成績がよろしくない。特に数学。それでは天文学者にはなれんぞ。ん？ふむ、そうか。まあいい。とにかく君の数学と理科は今日から勉強だ。私が教えてやる。ユエナ君にも教えてやるから安心したまえ。安心だね。ま、余談はさておき。無論だ。本題はこれだろう。ま、あの人からも頼まれているからな。ユエナ君に我々を教えていこうじゃないか。地球合宿？ああ。さっき言ったではないか。我々を教えるのだよ、ユエナ君に。地球合宿、私楽しみ。だろ？ユエナ君とは仲良くしたいからな。歌のとはもう仲良し。
嬉しいことを言ってくれるな。だが仲良しの度合いに上限などないよ。さらに仲良くなろうではないか。うん。ユエナ君に地球のことを教えるついでに君の数学も見てやるとしよう。うむ、合宿1日目は座学と行くとしよう。ユエナ君もこの学校の生徒となったわけだからな。ん？そうか？おお、歌のすごい。私もやる。うむ。いきなり脱線とは、私は教師には向いてないかもしれないな。はあ、うん、はあ、や、ほ、ひょやー。おお、すごいな、ユエナ君。ペン回し、成功。おお、すごいな、ユエナ君。ペン回し世界大会があれば優勝できると私は思う。何？ユエナ君も地球人みたいなものだ。でもちょっと違う。飛ばすんじゃない、奪ってる。ほう、奪う？この星の特性、性質、トモキがよく言う重力とか、そういう性質を奪ってる。ううん、奪ってない、消してる。ふむ、なるほど。つまりユエナ君に触れている間は我々は地球人ではなくなるわけか。うん。面白いな、な、少年。何？宇宙とは昔からそうだったではないか。いつだって宇宙は謎だらけで、不思議で、未知だ。それを少しずつ理解していくのが私たちだったじゃないか。私たちは決して得意点にいるわけではないよ。世界の秘密を知る第一章にいるに過ぎない。出会いから物語は始まっていくものさ。ん？
さて、勉強を始めるとしよう。君も早く勉強したまえ。ともき。ともきはペン回ししないの？ゆえなくん、君は授業を遅らせるタイプの生徒だな。まるでこの東雲先生の腕が試されているようなものだ。というわけで少年、ペン回しを見せてくれ。ともき、見せて。君は将来尻に敷かれるタイプだな。絶対違うと思うが、やってみたまえ。相当に格好悪いぞ、少年。ともき、ダサい。君はさっき、ペン回しができるとモテると言っていたでないか。おお、少年が珍しく荒れている。これは貴重だぞ、ゆえな君。そうかそうか、少年、かわいいな。うたの、なにそれ。口笛はこう。おお。指を鳴らすのはこうだ。歌のすごい。だろ。君、これができたからってモテることはないぞ。女の子の私が言うのだから間違いはない。君もなかなか強情なやつだ。僕も歌のやりたい。こんな授業をするつもりではなかったのだが、まあいい。少年、ゆえな君、集まりたまえ。これより君たちに口笛とペン回しとフィンガースナップを教えよう。うむ、正式名称だよ、指パッチンの。歌の、早く早く。落ち着きたまえ。ならフィンガ、指パッチンから教えよう。よろしく、歌の先生。うむうむ。では教えるとしよう。まず親指と中指をつまむようにして合わせたまえ。
うむ、そうだ。それから重要なのは薬指の場所だ。薬指？うむ、ここの指のことだ。薬指が離れていると音は鳴りづらい。薬指を親指の付け根あたりに添えてみたまえ。惜しいな。薬指の位置が悪いのかもしれん。手汗や、もしくは乾燥していると鳴りづらいぞ。できた。おめでとう、ユエナ君。トモキ、下手くそー。乗っ取られたわけではないと思うぞ。いいとも。はあ、こんなことを教えるつもりはなかったのだがな。無論、後でしっかり勉強もするからな。いいな、二人とも。何、なんてことはないよ。下手くそ？無論だとも、本来の目的はそっちだ。少年、数学の問題集を広げたまえ。ユエナ君、そこに座って少し待っていたまえ。さて、勉強を始めよう。ユエナ君に読み聞かせでもしてやろうと思ってな。まずは日本の文学作品からでも教えようと思う。だろ？これが本？知っているのか？うん、名前だけ。そうか、本はいいものだよ。お姉さんと読んでいこう。まずは背筋を伸ばしたまえ。では第一手記から。
恥の多い生涯を送ってきました。なんだ少年、そうか、ん、無論だとも。君の数学も後で見てやるから待っていたまえ。自分には人間の生活というものが見当つかないのです。自分は東北の田舎に生まれましたので、汽車を初めて見たのはよほど大きくなってからでした。自分は停車場のブリッジを登って降りて、そうしてそれが線路をまたぎ越えるために作られたものだということには全然気づかず、ただそれは停車場の構内を外国の遊技場みたいに複雑に楽しくハイカラにするためにのみ設備せられてあるものだとばかり思っていました。しかもかなり長い間そう思っていたのです。ブリッジの登ったり降りたりは自分にはむしろ随分垢抜けのした遊戯で、それは鉄道のサービスの中でも最も気の利いたサービスの一つだと思っていたのですが、後にそれはただ旅客が線路をまたぎ越えるためのすこぶる実利的な階段に過ぎないのを発見して、にわかに興が覚めました。ああ、人間はお互い何も相手をわからない、まるっきり間違って見ていながら無二の親友のつもり。おや、ここまでにしておこうか。終わり？今日はだな。続きは明日にしよう。そう、残念。少年、すまんな。時間になってしまった。少しは進んだかな？そうか。帰るとしようか。一日は早いね。ああ、あっという間だ。時間が止まればいいのに。ユエナ君でもできないかな。それは残念だ。私はいつでもいいぞ。私も。ともき、うたの、バイバイ。ひぃー。
ユエナ君はまだ屋上に住んでいるのか？本日の部活終了だ。お疲れ様。涼しいな。お疲れ様、少年。ああ、また明日な。楽しみだね。
たまきくん。ねえ、塔花火を見に行かない？また一緒に見られるといいね。明日の夜、塔花火を見に行かない？約束ね。楽しみだね。たまきくん。私ね、今宇宙
宙にいるかもしれない。見渡す限りね、真っ暗、体もなんだか浮いていそう。ともきくんにも見せてあげたかったな、宇宙。いつかまた一緒に塔花火見れるといいね。よし、ギリギリじゃん。